どうも、日いずる国 TV のお時間です。日常の生活をより良くするための改良って日本人の得意とするところですが、こういう資質を政治にも生かしてほしいものです。今回は中国メディアがあれもこれも日本人の発明だったと紹介する記事に注目しました。今ではすっかり普及し、私たちの生活を便利にしたもので、日本人が発明したものは少なくない。中国メディアの発揮号はこのほど日本人が発明したものを紹介する記事を掲載した。記事が紹介した発明品の一つが乾電池だ。現代人にとって乾電池は必要不可欠な存在だと言えるが、これは1887年に八重崎造紙が世界で初めて開発したものだと紹介した。また、電気炊飯器も日本人による発明だと伝えた。米食を主食とする中国南方では、今や欠かせない家電の一つで、一時期は日本での爆買いの対象ともなったが、1955年に世界で初めて発明したのが南吉忠氏だったと指摘している。さらに、胃カメラの実用化に成功したのも日本人だと紹介した。1898年にドイツで初めて胃カメラの開発が試みられたものの、その時は実用化に成功しなかったが、宇治達夫氏、杉浦睦夫氏、深海正治氏の3人が1950年に試作機を完成させ、その後改良を重ねて実用化したと伝えた。記事でも胃がんの早期発見に貢献したと高く評価している。また中国のモバイル決済普及に大きく貢献した QR コードも日本人の発明だと指摘した。1994年に電装ウェーブの原正弘氏が発明したが、特許をオープンにし誰でも使えるようにしたと伝えている。この他記事はインスタントコーヒーやシャープペンシル、ブラウン管テレビ、オルハの磁気カッターナイフ、自動車用エアバッグ、カラオケなど、日本から多くのものが誕生したことを紹介した。こうしてみると、日本人の発明によって、現代人の多くが、そのメリットを享受していると言えそうだ。との内容です。様々な作品群を、一つの世界観の中に存在させ、クロスオーバー、ユニバース化させていく手法で、今や映画界で独り勝ちの様相を呈しているマーベルヒーロー映画シリーズですが、そんなマーベルユニバースの中の一つ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの主人公、スター・ロードこと、ピーター・クイルの宝物は、母の形見であるソニーの初代ウォークマン、TPSL2 で、これまた、母の残した70から、80年代ソングのミックステープを劇中でもよく聴いており、それが映画全体の音楽にもなっているという映画として非常におしゃれな作りになっています。この TPSL2 ウォークマンはその後メディアの変更に合わせ CD、MD などの企画も販売、それまで家や店内等で聴くことが一般的だった音楽を歩きながら移動しながらでも聴けるものに変え、世界中で大流行した日本の誇る発明品であり、当時の若者たちにとってこのウォークマンを持つことは憧れだったのです。そして TPSL には現在でも使用される iPod などその後の携帯音楽プレイヤーの起源となりました。宇宙を舞台にした SF 作品でありながら、70から80年代の雰囲気が非常に重要な映画作品内で言わずもがなの小道具として登場していることからもわかる通り、いわばその後の世界的な若者文化自体を作り出したと言っても過言ではないソニーのウォークマンシリーズですが、同様の例は他にもあり、名作 SF 映画として名高いバックトゥーザフューチャーのパッケージには時計を見る主人公マーティの姿が描かれていますが、この時計はカシオの CA50 というモデルです。液晶画面の下にテンキーが並ぶ当時としては革新的なデザインで、
電卓機能で計算もできるし、ストップウォッチやアラーム機能までもついた多機能かつ高耐久で安価という、携帯電話さえもまだまだ普及していなかった80年代において、まさにこの時代のメイドインジャパンの優秀さを示す80年代のスマートウォッチとも言える一品です。そしてこの CA50 を含む交通腕時計は1969年にセイコーが世界で初めて発売したものですが、高圧式は水晶に電圧を加えた際に発生する振動を利用することで、それまでの機械式腕時計よりもはるかに正確で、1960年代の機械式腕時計は1日の計測誤差が10秒から30秒ほどあったのに対し、高圧腕時計の誤差は 0.2 秒から 0.5 秒程度であるなど、時計としての性能が段違いであり、衝撃で簡単に壊れ、定期的なメンテナンスが必要であった機械式に対し、高圧腕時計は、そういった欠点もなく、職人技術が必要だった機械式の時計から、機構さえ作れば、大量生産可能な画期的な新技術として、以降の時計産業を一変させました。香港や中国では、日本やアメリカから機構部分を輸入し、安価な労働力を活用した時計の組み立て産業が起こったことで、経済発展の礎になりましたし、高圧技術から発展した要素技術は、その後の日本エレクトロニクス産業の基盤技術の一つとなり、日本のみならず世界的に IT 化が進む現代社会を生み出しました。映画内でのマーティのセリフには、いいものはみんな日本製だよ、というセリフがありますが、マーティの夢は、トヨタ製の RV を持つことであったり、劇中の小道具に、日本製品が大量に出てきたりと、SF 映画の金字塔、BTTF からは、それまでアメリカでは、粗悪品の代名詞のような扱いを受けていた日本製品が、文字通り、未来を変えていくお話の中で、アメリカ人の憧れの対象となっていることを示す場面が多々あり、その後日本で発明された各種技術が未来を変えることを予言していたとも言えます。本文中にもあるくらいの日本人の発明した製品であれば、その他の例も多すぎていちいち挙げていてはキリがないのですが、上記の2つの例のように、それ自体よりもその後の文化、技術革新に大きな影響のあった発明品に限っても、YKK の開発したファスナー、コンピューター産業の要である積層セラミックコンデンサ、20世紀の材料革命を実現した炭素繊維複合材など、枚挙に暇がありません。いずれも今では一般化し、当たり前の製品になっているので、こういった驚きの発明品では、名前が挙がらないことが多いのですが、現在の文化や社会を構築している大元、より重要な部分の発明品が多いことが、日本産の発明品の特徴と言えます。お隣の国のように、〇〇は韓国起源、などと言わない点で、中国メディアの視点は、まだ客観的と言えますが、もしこういった各国の発明品を扱うのであれば、表面的なインパクトのみで判断するのではなく、影響力の大きさや文化自体を生み出したなど、より重要な点を正しく評価するべきなのかもしれませんね。では、今回の最後も、ネット上の声をご覧くださいませ。中間人のように、三大発明とか日本人は自慢しないからな。これは、日本300大発明の一つに過ぎないからな。日本人は発明するまでの情熱はすごいが、過去の栄光にすがることは少ないな。日本の発明と紹介する態度は、いいことだ。何でも自国発祥とおかしな自慢をするのが、生きがいの民族もある。高速鉄道しか自慢できるものがない国と比較すると、日本は大違い。多すぎて自慢するのが面倒だから、そんなことはしない。ヤギアンテナもお忘れなくね。古代中国の発明品で、世界に貢献したものは、羅針盤、火薬、紙、パピルス紙とどちらが先か疑問。その後は？
最近は韓国が例によって起源を主張してるので一言書いておく。インスタントラーメンも当然日本人の発明。以上、こういう奥ゆかしさが日本人のいいとこなんですけどね。